ほら、ハリーアップ置いてっちゃうわよ。楽しい時間はすぐ過ぎちゃうのよ。あなたと二人きりのホリデー、思いっきり楽しまなくちゃ。そうよ、今日はあなたのお家にお泊まりだもの。夕方になってもさよならしなくていいのよね。タイムリミットがないっていうだけで心が軽いわね。どこへだって行けちゃいそう。ねえ、まずはどこへ行く？ワンダフォー！お店がいっぱいでとってもにぎやか。ショッピングモールっていつ来ても心がウキウキするわね。What？ どうして謝るの？なんだ、そんなこと気にしてたの？ショッピングモール、ナリーはすごく楽しいわ。もうネガティブ禁止。ナリーはハッピーな気持ちに嘘はつきません。それにこういうところにあなたと二人で来るっていうのがナリー的に重要なポイントなのよね。イエース！さっきも言ったでしょ？いつ来てもウキウキするって。それにこういうところにあなたと二人で来るっていうのがマリー的に重要なポイントなのよね。ショッピングモールって普段の買い物だけじゃなくて休日を楽しむために来ることだってあるじゃない？そんなところで休日を楽しく過ごして、日が暮れたら一緒に同じ家に帰る。今日のマリーたちみたいに。そう考えたら、マリーたち、まるで一緒に住んでるみたいじゃない？みたい、じゃないわね。今日だけは、本当に私たち、一緒に住んでいるんだわ。ウキウキ。ドキドキ、エキサイティング！そう思わない？あら、ちょっとだけ？マリーは嬉しさと楽しさでハートがバーニングしてるっていうのに。今日という日はまだ始まったばかりなのよ。あなたのハートもマリーと一緒に夜までバーニングしましょう。